皆さんは柴田大輔という人物をご存知でしょうか。彼は工藤昭雄のペンネームでも知られる関東連合の元幹部で、2021年には謎の死を遂げています。柴田大輔とは一体どのような人物だったのでしょうか。今回は彼の生い立ちと謎に包まれた死亡時の状況について、当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。柴田大輔は1979年5月24日、東京都調布市で生まれました。彼の家庭は比較的裕福であったようですが、両親の仲が悪く、次第に柴田は半グレの道を歩むことになります。このように不良との接点を持つようになった柴田は、暴走族の宮前グレン隊に加入しました。彼は武闘派ではなかったものの、立ち回りが巧みであったため、集団の中で自身の地位を確立していきます。そして宮前グレン隊の8代目総長にまで上り詰めたのです。この時期、彼は関東連合の絶対的リーダーであり、残虐王子と呼ばれた見立真一と出会っています。その結果、柴田は関東連合の中心人物となり、自然と他の反社会勢力との対立も起こり始めました。そして1996年2月、彼は敵対チームのメンバーの自宅を襲撃し、傷害罪や器物損害罪で逮捕されています。その後、釈放された柴田は、1996年12月、六本木モンスターと呼ばれていた、関東連合の川名剛と知り合いました。川名は、六本木界隈で、芸能界や政治界の有力者を相手にビジネスを展開する、頭脳派の不良です。そのような中、翌年、関東連合のメンバーが、逮捕された仲間を激励するための集会を開きました。すると、それを聞きつけた警察が、その現場に駆けつけ、その存在に気づいた、関東連合メンバーは、逃走を試みます。しかし、その中の一部のメンバーが、バイクを暴走させ、一般人を死亡させる事故を起こしてしまったのです。この事故を受けて、柴田と見立ては、集会は行われていなかったと、口裏を合わせ、バイクを処分するなどし、事故を隠蔽しようとしました。この時、柴田が川名に相談を持ちかけたことで、二人の距離は急速に縮まったのです。その後、柴田は川名の稼ぎ方を参考にし、関東連合に利益をもたらしました。彼は IT 企業の経営者たちが出資したバーなどに出入りし、様々な情報を収集したのです。また、芸能界とのつながりも深め、関東連合は表のビジネスも拡大していきました。このようにして、彼らは渋谷、六本木、西麻布、新宿などを中心に一大勢力を築き上げていったのです。そのような中、敵対勢力である新宿ジャックスとの対立も深まっていきました。この新宿ジャックスを率いていたのは、見立ての因縁の相手である木村兄弟です。このように様々な対立を繰り広げる中、関東連合のメンバーは1997年7月にまたもや死亡者を出す事件を起こしてしまいます。事件後の柴田は川名の協力を得て約3ヶ月間潜伏生活を送ったそうです。しかし過去に焼きを入れた後輩の裏切りで警察に潜伏場所が通報され1997年10月に逮捕されたことにより特別少年院に送られることになりました。そして約2年間の生活を送った後、柴田は2000年3月に出院しています。しかし、彼は事件の2ヶ月後、再び問題を起こしました。その日、後輩が運転する車に乗っていた際、交通ルールを破ったとして、注意してきた一般人を殴りつけたのです。また、この事件が起こる約2週間前には、敵対グループのメンバーを、車のトランクに監禁していたことも発覚し、暴行罪と逮捕監禁罪で逮捕されることになりました。この事態を受けて見立ては、柴田のために有力な弁護士をつけることにします。その後、その弁護士の尽力により、柴田は実刑を免れることができました。しかし、この出来事の直後、関東連合を取り巻く環境は一変します。彼らと深い関係にあった川名が、傷害事件を起こし逮捕されたことにより、多額の弁護費用や慰謝料が必要となったことで、経済的に苦しくなっていったのです。また、彼が所有する事務所の女優たちが次々と逃げ出し、プロダクションの経営は一気に傾きました。これを受け、関東連合は川名との決別を決意します。一方、柴田は IT 企業を立ち上げ、消費者金融などの事業で
大成功を収めたことから、最終的に売上高40億円規模の会社にまで成長しました。しかし、同時期には関東連合関連の西新宿事件や市川海老蔵暴行事件などが続き、その悪名が全国に広まっていってしまいます。この間、関東連合と木村兄弟との対立はさらに激化していきました。そして2012年には関東連合壊滅のきっかけとなる六本木クラブ襲撃事件が起こったのです。この事件では見立て率いる関東連合のメンバーが無関係の一般人を木村兄弟と間違えて襲撃してしまうというものでした。そして事件発生日の夜、柴田は見立てと会うことになります。この時、見立ては下の3人に罪を被らせれば事件は解決できる。俺はしばらく海外で隠れるから逃亡のための資金援助をしてくれと言ったそうです。そして宣言通り彼は国外に逃亡します。見立てが海外に逃亡した後、柴田は弁護士を交えて残された関東連合メンバーの相談に乗るようになりました。そこでの話し合いの結果、見立てを除く実行犯の間では逃亡せずに警察に出頭し、人違いで襲ったことは認めるものの、殺意を否認して傷害致死による減刑を目指す方針が固まります。しかし見立てはこの方針に反対しました。それでも実行犯のメンバーは見立ての意向を無視し警察に出頭したのです。この事実を知った見立ては激怒し、裏切り者は許せない、裏切り者を支援する柴田も許せないと言い放ったそうです。そして柴田に対して、身柄が拘束されている実行犯の証言を覆させろ、証言を覆させなければどうなっても知らないと脅迫しました。これを受けた柴田は関東連合との決別を決めます。その後彼は工藤昭雄という筆名で関東連合に関する暴露本を出版したのです。この暴露本は発行部数27万部に達するベストセラーとなり、柴田は一躍時の人となりましたが、関東連合関係者からは反感を買うことになりました。組織の暴露本を出版した柴田の行動は当然、見立てはもちろん他のメンバーや関係者からも裏切りと受け取られます。そのため本の出版後の柴田は毎日のように脅迫を受けるようになりました。この状況を受けて彼は警視庁の保護対象となりましたが、それでも襲撃の可能性は完全にはなくなることはなかったようです。また柴田は関東連合のメンバーによる敵対する人間への襲撃を間近で目撃してきたため、彼の恐怖や不安は相当なものだったと思われます。そうした状況の中でも柴田は関東連合に関する取材に応じました。当初彼は取材を受ける際に工藤昭雄という偽名を使用していましたが、2016年に入ると柴田大輔という実名を公開するようになります。さらに同年12月にはサングラス姿でアベマプライムに出演し、関東連合に関するコメントをしました。実名公開の理由について柴田は、実名を出さないのは卑怯だと言われるのが嫌だったと語っています。またこの時点で六本木クラブ襲撃事件から4年以上が経過していましたが、彼は依然として襲撃の不安と隣り合わせの生活を送っていたそうです。さらにそこから3年以上が経過すると、逮捕されていた関東連合のメンバーの出所日が近づき、柴田の悩みはさらに深まっていきます。それに加え彼は体調も崩しがちになりました。低身長がコンプレックスだった柴田は若い頃から筋肉増強剤を使用したトレーニングを日常的に行っていたため、その副作用で体調を崩しやすくなっていたようです。結果として彼は軽度の脳梗塞を発症し、短期間ではあるものの入院生活を送っています。また2021年には新型コロナウイルスに感染し、症状が重症化したため柴田は再度入院を繰り返すようになりました。体調が思うように回復せず、身体的な面でも悩まされるようになった彼はストレスから自傷行為に及ぶこともあり、精神安定剤も服用するようになっていたようです。その後驚くべき展開を迎えることとなります。2021年11月28日、柴田と連絡が取れなくなったことを心配した知人が彼の自宅を訪れたところ、なんと柴田の遺体が発見されたのです。遺体の首には大きな刺し傷がありました。しかし事件性はなく、日常的に精神安定剤を服用していた柴田が
衝動的に自らの体を刃物で切りつけたのではないかと考えられているのです。このように突然訪れた彼の死は自決として処理されましたが、一部では他殺の可能性も指摘されています。このような説が浮上するきっかけとなったのは、柴田と交流があった元ヤクザ作家沖田画良さんの証言でした。柴田が亡くなったとされる11月28日の昼の2時半ごろ、柴田本人から沖田さんの携帯電話に連絡があったそうです。電話に出た沖田さんに対し、柴田は朝起きたら大変なことになっていると言い出したそうで、沖田さんがどうしたと問い返すと、正面から出ますと柴田は返答したようです。会話はそこで終わり、それを最後に柴田からの連絡は途絶えたのです。そしてこの電話の内容から、自宅周辺を何者かに囲まれていた可能性が指摘されています。しかし電話の内容については、異常な精神状態に陥った柴田がパニック状態で話していたという見解もあります。その後警察による捜査も終了したことから、現在も真相は明らかになっていません。このように関東連合と決別し、暴露本を出版したことから、関東連合関係者に狙われる立場になっていた柴田は、2021年に突然謎の死を遂げたのです。この死については、現在も様々な説が議論されています。今回は柴田大輔の生い立ちと、謎に包まれた死亡時の状況についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があれば、コメント欄でお待ちしております。またこの動画が良いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。